皆さんこんにちは。今回は徳之島の旅で見学した闘牛の動画です。徳之島の闘牛は闘牛大会が開催されている各地の中で最も熱いと言われ、全国的にも一目置かれているらしいです。牛同士が戦うのはもともと持つ縄張り意識から生じるもので、農作業などで使っていた牛が戦う様子を見たことから始まったそうです。コロッセオのような円形闘技場に来ました。メインの戦いは終わり、約 900kg の中量級の闘牛がいます。試合でなく練習のようですが、迫力満点なのでノーカットでお楽しみください。牛使いは手綱が絡まらないよう上手に動いていますね。角や頭同士がぶつかるカツッという音が聞こえますね。牛使いが掛け声をかけ、牛をまくし立てます。激しい勝負もクライマックスです。グレーの牛が逃げ、黒い牛の勝ちのようです。実際に観戦すると、頭がぶつかる音や牛のうなり声など臨場感がすごかったです。未来の牛使いが闘技場へと。しかし大丈夫なのか正直心配でした。怖くないのかな。戦いの最中以外は牛も穏やかなようですね。アツシも勇気を出して近づき撮影してみます。間近に立つとでかいです。
りは牛と牛使いが荷台に乗り、太鼓と歌で曲を奏でつつ賑やかに退場していきました。徳之島闘牛編の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。あつしの一度きりライフチャンネル登録お願いします。